天沼萌え公園は東京都杉並区天沼にある杉並区立の公園である。1992年に杉並区のシルクロードのオアシスの一つとして現在の天沼萌え公園の一部をなす時のオアシスが開設された。その後、地元の住民グループ甘さんネットワークが時のオアシスと近くの空地を一体化した整備を提案。 と住民との話し合いを経て1999年に天沼萌え木公園として開園した。また、住宅地の中にある公園であるため、防火水槽、消火用ポンプ等の防災設備が設置されている。整備の際には、公園が溜まり馬化する懸念から、隣接地の住民が難色を示した。話し合いの結果、公園内には遊具を設置せず、自然生態園が作られた。 自然生態園は自然の状態を保つためフェンスに囲まれ通常は施錠されているが手入れ、観察などを行う場合には許可を得て立ち入りができ月1回の定例のワークデーも設けられている。園内には手押しポンプ式の井戸、池、近隣の保育園で世話をしている小さな水田などがある。自然生態園内では昆虫やカエルが保護されている。 シルクロードに4つ設置されたオアシスの一つで字をテーマとしている。耳のオアシスに続き2番目に設置されたオアシスで、設計は建築家の六角北家による。時のオアシスとしての面積は272.34平方メートル以下の施設が設置されている。南側入り口付近に位置する、大型のアーチ状のリングと床に描かれた時計の文字盤からなり、 時計の針は1945年8月6日に広島に原爆が投下された8時15分を指している。リングは時計のフレームであり、床面の文字盤と共に止まった時間を表現している。鏡が張られた筒を地中に埋め込んだ指定潜望鏡で差し込む太陽光が鏡で反射し、地中にカーテンウォールが広がっているような光景が作り出される。設置されている日時計 タイムカプセルの埋設日も記載されている。時の門の西側に位置する時計である。オアシスが開設された1992年にタイムカプセルが埋められ、当時シルクロードを舞台に開催されたイベントタイムカプセル計画参加者が作成した地図や未来の自分に当てて書いた手紙などが保管されていた。カプセルは2001年に掘り出され、内容物が 産業商工会館で展示された。2004年3月には、杉並区平和都市宣言15周年を記念して、人系の下にタイムカプセルが埋設された。このカプセルは2013年8月、杉並区平和都市宣言25周年の際に掘り出され、新しいカプセルが埋設された。ありがとうございます。